能登半島地震で被災した人を対象に仕事の情報を提供して就職につなげてもらおうと相談会が輪島市の門前地区で初めて開かれました。相談会は先月までに金沢や加賀地区などで49回開かれ、500人以上が訪れ、このうち37人が仕事に就きました。能登でも復旧が進み、仕事に対する関心も高まりつつあることから門前地区では初めて開催されました。輪島市門前町の公民館に石川就職定住総合サポートセンターやシルバー人材センターなどがブースを設け、就職の情報を提供しました。年末までは輪島から移ってたんですけど、元日の地震でちょっと不安ができちゃって、でちょっと輪島行けなくなっちゃって、まああればいいですね。その地元がまあ好きなんでね。仮設住宅の整備も進んでまいりますので、今金沢加賀にいるけれども、そろそろ能登に戻りたい、でもお仕事は離職してしまったので一体どういうお仕事についていいかわからないといった方向けにですね、要は能登に戻りたい方に対して、ね、まずそのお仕事をきちんと用意できるような、そういう相談会にしたいと思っております。県では来年3月まで相談会を継続するとしています。